どうも皆さんこんにちは、野良猫です。ではペルソナ5ザロイヤル今日もねやっていきましょうか。じゃあ5月7日の夜何しようかな。この番組は KJ モバイルの提供でお送りしました。明日の情熱帝国は日本画家マダラメ一流祭、マダラメ一流祭がテレビに、筆一本で織りなす変幻時代の画風、巨匠が古典に込めた思いとは。次の強敵マダラメ一流祭、勉強外には出れないんですよね。なあ今日はいろいろ教えちまったし疲れてんだろ。外出はまた今度にしようぜ。そっか、まあ一応メメントスパレスにね、大衆のパレスに行ってきたから。このさ、公衆電話って何の意味が、こんなの使うやついるのか。読書する？なあ読書すっか。じゃあまあゾロこれおそらく優しさが上がるってことですね。盗賊にして優しき紳士。戸締まり頼んだぞ。じゃあ俺は帰るぞ。なんかすげえ読書ばっかりしてる気がするけど、真面目、勉強と読書やたらねやってる気がするんですけど。仮面の男は弱き者のために立ち上がったと書いてある。うん、ゾロの素晴らしさしっかり読んどけ。そっか、モルガナのペルソナだからな。なあなあ、なんか本当割とステイホームしてる気がしますね俺ね。そんなに外出て、まあコープとかやってるけど。あ、日曜日来ました。日曜日はいろいろやることあるでしょ。あれだよ、青汁青汁を飲む。掲示板見たよ、ストーカーの成敗お見事。あ、三島もう完全にさ、俺らが怪盗団っていうことで話を進めてるな。まあまあ本当にそうなんだけど、俺の怪盗チャンネルが役に立っただろ。え、だから何のことすっとぼけ続けるからな。三島には言わなくてもいいよ、俺には分かってる。今渋谷に来てるんだけど、今後の活動についてぜひ話を聞いてほしい。なんだ、三島がやる気だぞ。渋谷のファミレスで待ってる、絶対来てくれ。三島のやつ何企んでるんだ。罠かもしんないよね。これで俺たちが実はそうだね、怪盗団だねっつったら、はい捕らえたっつってこう警察に引き渡すかもしれない。そういう罠かもしれない、気をつけよう。疑っていこう。さくらさんもよく言ってるし、人を信じすぎるなと。最近調子どう？ほら例のカツだ。うっあれ寝てない、三島くん寝てない。で、カツ丼って何のことかわからないけど、ごめんごめん、最近ちょっと寝不足なんだ。情報戦略っていうの、かいちゃんの管理しっぱなしで。ああ、そうなんだね。かいちゃん、まあ、怪盗チャンネル聞きたい？うん、まあちょっと、まあ全然俺たちは怪盗団じゃないけど聞かせて、興味はある。いくら悪党を成敗しても誰も知らないままじゃやっぱ意味ないし。ああ、まあリュウジもねその辺心配してたけど。だから怪盗団に救われたって人たちの書き込みをログにしたり、あ、逆にアンチコメは削除したりね。あ、もう本当に管理人してくれてるじゃん。怪盗事件を盛り上げるためには怪盗団の活動を正しく伝える場が必要だろ。いや、確かにこういう縁の下の力持ち的なさ、大事ですよね。どうしてそこまで、これはちょっと引いておきたいですね。どうしてそこまで。そりゃ当然怪盗団の思想や理念に共感してるからさ。本当にあれですか、こうトラップじゃないんですかこれは。鴨志田みたいな悪い大人を成敗して回るんだろ。ハニートラップじゃないんですか。そんなの応援せずにいられないよ。意味合い変わってくるけども、
まあ、鴨志田の件がでかいか。実際どうやって悪党を成敗しているのか知りたいけど。え、ちょっと俺たちはそんなことしてないんだけど。そういうのペラペラ喋るようじゃかえって残念だから聞かないよ。いい風に捉えてくれるわ。なんたって怪盗団は孤高の存在だからさ。なんていうお察し能力だ。残念だけど俺には君たちのようなことはできない。普通できないから。でも怪盗活動を盛り上げるなら任せてよ。カイちゃんを通じて怪盗団を宣伝しまくる。で逆にネガティブな情報は消してく。ありがてえな。いい参謀を手に入れたな。怪盗団の人気をコントロール、いやプロデュースするんだ。いわば怪盗団の戦略的広報担当ってとこ。なるほど。いやありがたい。こういうまあその影の活動というかねこういうのありがたいですよね。戦略的な何何も聞こえてこない。野良猫の方には何も聞こえて。やる気ですね。かっこいいですよ。燃えてる。このロマン溢れる響き君なら分かってくれると思ったよいやすごい、なんだろうな、今までの三島くんのイメージとは全然違うから。肩書き負けしないように、こんなしっかり情報戦を制していくからね。こんな熱い男だったんですね。ちょっと寝不足みたいだけど。ただこの情報戦ってのが意外と体力勝負で、掲示板の書き込みもいろいろあってさ、嘘っぽいのとか夜直し関係ないのとか。ああ、リュウジも心配してたねそれ。こういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃう。はあ大丈夫、そういうの俺がきっちり仕分けるからさ。いやありがてえな。実はもう有力な情報には目をつけてるんだ。なんとうちの学校の噂、まずは身近から怪盗団の活動を盛り上げていこうと思ってさ。ほうほう、俺頑張るからね。学校の噂何、まずは身近から固めていこう的な。あ、ランクアップした。よし何もしてないのに何もしてないのにスキコープのランクが2に上がりました。ありがたいです。三島からメメントスのターゲット情報がもらえるようになりました。あ、基本的にじゃあまず三島からそういう情報を、そうか、それこそチャットでもらってターゲットを改心させて三島に会い、信頼関係を深めていくことで三島から新たなターゲット情報が入手できます。それが三島のコープですね。でもさすがに根詰めすぎたかも。いや無理するとね続かないからそこは気をつけて。眠すぎ、油断するとつい白目がそうだな、じゃあまず寝ろ俺帰るね。まず寝てくれ。バイバイ。ありがたいけどね、こういう風にやってくれるのは。いや割とすごい味方を得たんじゃないか。あ、ノラ？ちょっと聞いてくれよ。あれ？ノラって言ってんな。友達？いつの間にかすごそれぐらい距離詰められたな。さっきカイちゃん見てたら怪盗団へのアンチコメが殺到しててさ、あ、それ全部消しといてくれるかなそういうアンチコメは基本的に見たら削除お願いするよ。じゃあ俺頭きちゃって眠気が吹っ飛んだよ。こうなったらまた徹夜覚悟で徹底抗戦しないとありがてえぜ。さすが候補。でも徹夜は体に毒だから気をつけろよ。え、もしかして心配してくれてる？ありがとう。なんかやる気出てくるよ。まあこれからもバリバリやってくからさ、期待してたよね。じゃあ俺これからカイちゃんと格闘するんでそろそろ切るね。見たいわカイちゃんその格闘してる様を見たい。よし、今晩も張り切っちゃいますか。いいね、頑張ってくれてるね三島ちゃん。おい、そろそろ中間試験なんだろう、ちゃんと試験勉強しろよ。冷めるわその言葉。
さっき三島といた渋谷のファミレスなんて勉強しやすそうだったよな。もう夜の外出許可はもらったんだし、今から行ってみてもいいんじゃねえか。さてと。ああ、ファミレスで勉強。いやでも別にここでも勉強できるからね。そういや今日はテレビショッピングの日か。あ、そうだ、テレビショッピングもあるんだった。ちょっと見てみるか。ああ、コープも勧められる。まずはテレビショッピングだな。はい、皆さんこんにちは。テレビショッピングのお時間です。今日ご紹介するのはこちら。まずはリラックスセットのご紹介。気分が優れない時の特効薬がたっぷり、限定リカバーオイルが1個とリラックスゲルが3個。あー、なんかそんなに惹かれないな。お、次は植物栄養剤の詰め合わせ。俺買っちゃったんだけど。天然、植物栄養剤が1個とガーデンエナジーが5個。これが1つもセットに、お買い得。いや、残念ながらもう買っちゃったんですよね。うわ、どちらも魅力的。全くもって悩んじゃう。はい、こちらどちらも本日限定、本日限定でのご提供となります。いやー、買っちゃったんですよね。今さら今さらってか、あ、だったらリラックスセットの方がいいのかな。いやでもな、なんか惹かれなかったから今回はいらないかな。まあまあ、いらないですかね。でまずはちょっとパラメーターの様子を確認してから。あ、てかもう日曜日最後だね、夜だから。知識はまだまだ、魅力もまだまだ、まあ上がったばっかだからね。器用さもまだまだ。度胸がちょっと上がりかけているっていう。優しさだよな、やっぱ。優しさちょっと考えなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえずはまず渋谷行って、駅前広場からだっけ、青汁をね飲もうと思うんですけど。あ、そういえばここで、そうだ、演説やってるっていう話。ウェイウェイウェイ、学生注目。我がサークルは世界一。連休終わっても全開で行っちゃうウェイ。あ、やばそうなサークル。皆さん近づかない方がいいですよ。行っちゃうウェイ。新刊コンパからずっとだけどな。みんなタフだな。邪魔くせえ演説だな、ここでやんだよ。めっちゃなんか文句言ってる人が。近頃多すぎませんか、忘れ去られる事件が。列車暴走事故に謎の意識不明現象、教師が乱れる学校。あ、それあれですね、うちの学校。真相は不明ではないですか。社会に蔓延する無関心、全く政府マスコミの怠慢です。君熱心に聞いてくれているな。あ、どうも。ちょっとコープを結びたくてですね、 あなたと契約を。政治に興味があるのかい。あります。あると言っておきます。君はまだ学生だね。君のような若い世代に興味を持ってもらえるのは嬉しいことだ。確かに若い人手が欲しいところだが、未経験者を雇うわけにはいかない。申し訳ないね。また演説を聞きに来てくれると嬉しいよ。あれ、さて今日はこんなところか。帰りはいつもの牛丼屋だな。あれ、コープ結べなかったぞ。あのおっさんの演説侮れないぜ。異世界での交渉に役立つかもしれない。けど話を聞こうにも未経験者はお断りか。何かうまくやる気をアピール待て。さっきいつもの牛丼屋って言ってたよな。多分セントラル街のあの店だぜ。お前、牛丼屋でバイトしてみたらどうだ。バイト？
え、バイト？若い力ってやつを目の前でアピールするな。ほう、分かってるよ、無茶な提案だってことは。でも取り逃すなんて回答の長すたるぜ。え、牛丼屋か。アルバイトはしようと思ったんだけど、牛丼屋は考えてなかったな、正直。あれ、この人いつもなんか座ってるよね。なんだよ、怪我しないうちに帰りな。なんかあれ、なんか前にも話したことあるんですけど、この人とこんな感じじゃなかったんだけどね。何してるんですか。知ってどうする、ガキには関係ないことだ。都会じゃな、他人に首突っ込むと痛い目見ることもあるぜ、気をつけな。ん、何よこの話。あ、なんかすげえ大量に段ボール。まあ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 、そうですね、関わらない方がいいのかもしれません。首突っ込まない方がいいって言ってたから。青汁と。アルバイトね。さて、どうも。活性青汁、体が活性化する青汁、指の先までしっかり効果。いただきましょう。さてと。さあさあ、ぐいっといってみよう。いいぞ。あ、器用さが上がりましたね。これ毎回変わるんだね。はいはい、アルバイトか。あ、募集の要件とかあんだ。アルバイトすると時間が経過しますが、お金を稼ぐことができるだけでなく、自身の魅力や優しさなど。あ、優しさ磨きたいですね。アルバイトに応募するためには、能力や時間帯など特定の条件を満たす必要があります。コンビニ、花屋、え、牛丼屋。コンビニは魅力、花屋は優しさ、牛丼屋は、え、器用か。費用が上がってもな。どうすか、ちょっとな、保留ですね。一旦保留。あー、なるほどね、バイトしないとこん中には。あ、ちょっとベルベットルームにも。おい囚人、遊んでる紐があるのか。ちょっとペルソナをさ、いろいろね、揃えたいですよね。これからコープを進めていくにあたって、そのペルソナのやつを持ってた方がいいんだもんね。見るのですか、閲覧なさい。戦車は持ってんだよ。で、あと何がいるかな。鳳凰もあるし、恋愛、あ、この辺とかいるんじゃね。このペルソナですね。別にピクシーでいいのか。これですか。相応の代価は必要です。あなたの金かかるっていうのがね。まあ、戦車は持ってるし。なんか必要になりそうなところ、あ、マンドレイク。この手、このペルソナを引き出すの手は、死神、悪魔。なんかわかんないけど、この辺とかも持っとこうかな。この消防の代価は必要。なんか必要になってくるのかもしれない。太陽。結構この合成が楽しいんですよね。やたら合成をしまくってさ、こうなんか、
シーサー、あと1レベル上げればシーサーが手に入るな。まあなんか正直恋愛、これで良いのか、まあ、この辺あんまり使ってないんだよね。防水の壁、あ、防氷か。新たな力を授かることはない。これはこれは、まあ、とりあえず適当に合体をしといて、合体からの合体みたいな感じでね、してさらに合体を、あー、これも持ったことないし、ピクシーちょっとこう合体しちゃおうかな。これで良いのか。今んとこなんかその恋愛、あの、そうですよね、高巻さんとのやつを進める感じはないので、引き継ぐ技能を選びなさい。死神は必要だしね。アドバイス、この辺かな。いくらかは力を授かって生まれる。これはこれは、これ初めて手に入れるな。僕も来い。変なの、変なの手に入れたね。あ、レベルアップ、脳天落とし、あ、結構強い。ってなると死神がちょっといらんかなっていう感じになってくるんですけど、まあとりあえずこんなもんにしとくか。あ、あと一個やりたいことがあるんですよね。やりたいこと、あの、やめるのですか、終わりですか、なんだ、何かご用ですか。なんかチャレンジバトルっていうのができるって聞いたんですよ。特別な戦いを前にさ、なんかできるって言ってて、でそっからやったことがなかったので、チャレンジバトル、トライアル、チャレンジバトルチェイン、あ、これはできないんだ、まだ。じゃあトライアルやってみましょうか。チャレンジバトルの報酬とボーナス、チャレンジバトル勝利時に得られるボーナスはスコアに応じて3種類あります。それぞれ獲得は1回のみです。チャレンジバトルではホールドアップからの交渉や総攻撃はできませんが、特定の条件を満たすことでスコアボーナスが加算されます。リワードの画面から方向比でスコアボーナスの上限と出現する敵の情報を切り替えられます。はい、条件スコア25000、15000、10000、あ、これがあれか、ボーナス20行動以内なら10000、疾風の攻撃時にスコアかける3倍、アンの攻撃時にスコア7倍。あ、じゃあなるべくアンさんに攻撃してもらった方がいいと。やってみっか。チャレンジバトルの画面、チャレンジバトル中は現在のスコア、報酬が獲得できる目標スコア、スコアボーナスの条件が表示されます。チャレンジバトルで負けてもゲームオーバーにはなりませんが、難しければ後押しもできると。
チャレンジバトルのスコアはダメージ数値と連動しています。大ダメージを出してハイスコアを目指しましょう。わかりました。あーなるほど、弱点狙っていくか。あ倒しちゃった。託して、あだってアンの攻撃スコア7倍だから、これはなるべくアンに攻撃してもらった方がいいっすよね。あい、めちゃくちゃ上がった。よし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 、これひたすらアンで上げた方がいいんじゃないのか。めちゃくちゃ上がるぞ。で一応疾風の攻撃もスコア3倍なんだよね。これどうしようかな。ユージの攻撃あんま意味ないから一旦ガードして、でアンの攻撃でスコア7倍なんで、あこれ1回で終わんねえんだ、何回もあんのねバトル。あであんな細かく刻む必要なかったから。はい、でアンさんに、まだ終わらないぞ。あ全体攻撃かましてもらうか。スコア7倍だからどんぐらいいく。うわとんでもない、とんでもなくいった。でまた、はい、終わりにしよう。しとれ、我が半人。ゾロ。失敗。自分の実力が怖いな。そこからのさらにアンさん。さらにアンさんに。はい。ベルソナ。でリュウジには休んどいてもらって、さらにアンさんの、あガル、はい、いいよ。さらにガル、これスコアどんぐらいまでいけばいいんだろうな。どんぐらいまでいけばデビルタッチ、スコア3倍、えい、そしてこれを最終的にアンさんに託しの、アンさんに決めてもらうと、はい、お、あ、28000、これどうなの。これは多いのかな、結構いったかな、どうでしたかね。驚いたぞ囚人。なるべくアンさんに攻撃してもらうという流れしましたけど、ハイスコアを目指すにはチャレンジバトルのスコアはダメージ数値と連動しています。そのため大ダメージがハイスコアにつながります。補助スキルやバトンタッチテクニカルも駆使して、あなるほど、
その辺は駆使できなかったかな。まあ、バトンタッチは駆使したけど。面白い。ちょっともう一回何かご用ですか。もう一回やろっか。トライアルバトルの新たな難易度が。新たな難易度。あ、これか。お、すげえ。結構あるんだな。ただどれもできねえんだけど。レベル50。まだできないってことですね。面白い。私に。これペルソナさ、もっと作ろうかな。なんか新たに。ジュスティーヌ、お前の担当だ。あ、でも金かかんだよな。金がかかるんで。終わりですか。一旦。なんだ。これでやめとこうか。時間です、囚人。お金かけるぐらいだったら、パレス行った時にペルソナを説得してね、力を手に入れた方がいいもんな。よし。今んとこのペルソナは、戦車、魔術師、法王、死神と死神がなんかダブってますけど、もう来い。マンドレイク、エリス、ジャックフロー。こいつさ、これ結構強力だよね。さて、で何するかなんですけど、何しようかな。牛丼屋のバイトやるか。じゃあそうね、なんか他にやれることも少なそうだし、じゃあ牛丼屋でバイトすっか。なんかそしたら会えるんでしょ。応募する。夜に渋谷に来れるようになったもんな。じゃあ早速電話してみるか。これから電話して、これからバイトするってなかなか急ですけどね。はい、俺のペコ、セントラル外店です。注文何人分ですか。いえ、違うんです。今すぐ雇ってください。ああ、バイトの応募ね。ちょうどよかった、人手不足でね。猫の手も借りたいところだったんだ。夜でいいんだよね。働ける日ならいつでも歓迎だ。じゃあ待ってるから、場所はセントラル街入ってすぐね。それじゃ頼むね。おお、決まったみたいだな。よし、しっかり働くんだぞ。アルバイトの日を確認する。アルバイトがある日かどうかは、三角ボタンのメニューのカレンダーでいつでも確認することができます。はいはいはい。まあバイトすっか。じゃあ セントラル街からあれどこだっけ、俺のベコって。場所もちゃんと把握してないっていう。あ、西もいるじゃん。やあ、ちょっと前正義の裁きとか言ってハッキングしまくる奴らがいただろ。期待したけど結局ただの嵐集団だったし。あのさ、今情報整理してるとこ、世間には悪そうなやつが多すぎるんだよ。またチャットするから期待して待っててくれよ。わかった。それじゃあさ、どこだ俺のベコって。あ、ここだ。あったあった。じゃあ初のバイト、まさか牛丼屋ですることになるとは。そういえばこの牛丼屋にバイト登録してたよな。牛丼屋でアルバイトをすると時間が経過しますが、お給料が得られるだけでなく器用さを磨くこともできます。時折店内が混雑することがあります。一度に多くの注文が発生しますが、焦らず注文を覚えて乗り切りましょう。ハードな分得られるものも大きいはずです。これはなんかあるのかな、ミニゲーム的な要素が。バイトしましょうか。やってみよう。牛丼屋か。やったことないな、バイト。待ってたよ。ああ、待っていたよ。君が新しいバイト君だね。頑張ります。
よろしくお願いします。いや、自己紹介などは結構だ。早速仕事に取り掛かってくれ。あ、自己紹介いらないんですね。働いてくれればそれで。仕事の説明お願いします。さすがに仕事の説明ないと何すればか分かんないんで。お客さんの注文を聞いて、作って配膳して会計して片付けて、あとは店を掃除する。料理はマニュアルがあるし、ほとんどがオートだ。素人でも作れる。本当にそんな完全にそうマニュアル化されてるから別に知識いらないんですね。あとは接客態度に気をつけて。他に質問はあるかな。めちゃめちゃ簡素。他のスタッフは悪いね。悪いが人手不足な上に経費削減が至上命令でね。君一人で切り盛りしてくれ。むちゃくちゃじゃないですか。ちょっと待ってください。今日応募して今日来たばっかりの新人に、一人に任せるって。若いんだからそれぐらい大丈夫だよね。その分給料は多めにしておくから。頼んだよ。それじゃあ私は別の店を見ないといけないから、あとはよろしくね。え、ひでえ店だぞここ。早めにやめよう。なんかむちゃくちゃなバイトだな。いきなり一人でやらせるのかよ。まあやるだけやってみようぜ。まあそうだね。逆にここまで任されたんだったら、できなくても任せたやつの責任ですよこれは。やるだけやりましょう。我が輩も応援してやるよ。おい、ちょっと、おい、食べ終わった皿が置きっぱなしだぞ。あ、ちょっとレジの前にも会計待ちの客が多い。大丈夫か。いや、こうなるでしょどう考えても。え、無理でしょ一人って。お疲れ様。はいはい、お疲れ様。もう時間だから上がっていいですよ。これ今日のお給金です。またよろしくお願いしますね。もうやめます。やめようと思います。決めました。やめます。やれやれ。だ、大丈夫か。ずっと一人だったもんな。いや、なんかさ、ここにあの人が来るっていう風に聞いたから。人が来てた、来てたのか結局。でもあれだけの注文を一人で回したんだ。器用に動けてたんじゃないのか。あー、でも器用さは上がったか。帰るぞ。これで牛丸さん、あ、頑張れバイト君。よし、獲得したぜ。これで牛丸さんの長子を避ける日もね、見えてきました。さあ、とっとと引き上げようぜ。え、結局あのおじさん来てたの。なんかなあなあになったな。ちょ、あんた何そのメガネ、ゴーグル。雪山でも行くの。今年天候の関係とかで杉の開花遅いみたいでさ、花粉症マジつらい。あ、花粉症でそういうのつけてるってことね。今山なんで行ったら目と鼻から全部ダダ漏れだわ。うわ、辛そう。大変そうだな。そういや今年の花粉は例年より遅いってテレビでもやってたな。そろそろ本格的な花粉シーズンってわけか。結構な奴らが苦しむぜ。花粉ね、天気と同じでこういうのもメメントスに影響出たりする。え、花粉症だとなんかあんの？あ、本当だ。花粉注意報ってなってる。よく見たら。おはよう。どうしたの？どうしたの？なんか変だけど。あ、なるほど。花粉症なんだね。花粉？え、あ、そうかも。頭ぼーっとしてなんかいろいろムズムズするし。あれ？なんかどうしたの？おかしいよね。あ、いや、その。実はここ最近誰かに見られてる気がして。ストーカーですか？ストーカーを撃退したら今度はストーカーが高巻についたの。まさかね。それか警察にマークされてる。あ、ひょっとして潜入気分が抜けてないのかも。いや、これは結構問題なんじゃないか。ほら、敵に見つからないかずっと気張ってたし、だから多分気のせい。うん、
いや、気のせいじゃないんじゃないの。なんか変な感じになってきたね。なんか学校の雰囲気変わったよな。鴨志田のこと？こんな大ピラに話してなかっただろ。ああ、鴨志田のことをこんな普通に、いやそれはね、前は話せなかったけど、今となっちゃもうそりゃ変わるよね。誰か俺らに感謝してくんねえかな。まあいいじゃん、鴨志田は罰を受けたんだし、今回はそれでよしにしよう。そうしよう。あいつこれからどうなるんだろうな。まあいろんな人に叩かれたりしながら罪を償っていくんじゃないのか。有名人で犯罪者だろ。ずっと後ろ指刺されながら生きていくのか。だからって同情なんかできない。当然の報いだよ。そうだよな、当然の報いだよな。誰でしょうね、高巻のこと監視してるのは。新しい情報を見つけた。お？またストーカーか。ハイちゃんに会ったんだけど、学校内でも噂で聞いてて、ちょっと度が過ぎたいじめをやってるやつがいるって。助けてやりたいけど俺には無理だ。怪盗団ならなんとかならないかな。ストーカーも改心させたし余裕なんだろう。余裕ってわけじゃない、結構大変だからね。余裕ではない、怖くはない。余裕、余裕よ。さすが、いじめてるのはよく校門前で見かける茶髪のやつだよ。高梨大輔ってやつらしい。期待してるよ。お、ターゲットの情報だな。小物だが名前も分かってるし、こいつもターゲットにできそうだ。ミッション発生。三島から情報来たな。アジトに行くぞ。これはどういう感じでね、進めていけばいいんでしょうね。今日集まったってことは行くんだろ、メメントス。何言ってんの、試験勉強は。それもあるんですけどね。確かにそれもあるんだけど、細かいことは気にすんなって。勉強なんかやめてパーッと行こうぜ。行くって言ったってターゲットもいないんだよ。行くぞ。ターゲットのことなら心配ないぞ。三島から情報が流れてきた。よっしゃ。願ったりじゃないか。せっかくだから今から行こうぜ。はあ、よっぽど勉強したくないんだね。いや勉強はしたいんだよ。したいけどそれも大事じゃんか。メメントスの依頼を確認する。ターゲットの情報はアジトのリクエストを見るか、三角ボタンのメニューのリクエストで確認できます。ターゲットの情報を確認したらメメントスを探索するで、探索開始です。そしたらでもあれなんだよね、時間が経過しちゃうってことだよね。あ、これも期限とかあんの。期限が迫っているときは注意してください。じゃあまあリクエストを見ましょうか。さてと。さてお前ら、怪盗団が盗む前にする大事なこと覚えてるよな。んだよ、もったいつけねえで言えよ。なんだっけ、予告状。あ、もしかして予告状。あれでも前回予告状なんて出したっけ。出してないよね、中野原の時は。予告状で相手の潜在意識を変えることでお宝を実体化させる、それがパレス攻略でのルールだったけど、メメントスではいきなりターゲットを狙うだけでどうやら大丈夫そうだ。あ、じゃあ送らなくていいんだ。どういうことだ、予告状いらねえのか。手間が省けるぜ。予告状の代わりになるものがすでにあんのさ。三島のやつが好都合なことに怪盗が狙ってるぞってサイトに書き込んでる。あ、これでそっか、認識してくれるから。小物程度のターゲットにとっちゃ実質予告状だ。それだけでしばらくはビクビクだろうぜ。中野原だって三島のお願いチャンネルで書き込みを見たんだろ。だからナビが反応したのさ。
そういうことだったのか。じゃあ三島の三島結構役に立ってんだな。それ人任せでいいの。メメントスのシャドウは欲望や個性がパレスの、主ほど強くない。そこまでシビアじゃないってことだ。ただ小物だからって人生に手抜きはなしだぜ。ちゃんとアジトで全開一致してからだ。さてなら早速集めたターゲット情報について会議するぜ。よく聞け。いじめっ子なんだよね。傲慢なチャパスのいじめっ子の情報だ。こいつは囚人構成だな。いじめはもうその時点で良くないからな。人格否定に恐喝まがい。いじめにしては度が過ぎてる。ほう、許せねえ。改心させるには十分のネタだな。早速やっちまおうぜ。茶髪ってのは別にね悪くないと思うんですよ。でそれでそういう行いをしてるからね。もう茶髪がダメならもうリュウジもダメだから。メメントス行きたいだけじゃないの。でもまあ放っとくわけにもいかないし、私も賛成。異論のあるやつはいないな。うん、ブーブ、これでお前が OK なら問題ない。全開一致だ。よし、あとはメメントスでターゲットをやるだけだ。あ、こういう風になるんだ。難易度 D。 まあ別に今急いでやる必要は多分ないんだよね。一応セーブはしたんですけどね。ちょっとさ、やりたいことが他にもたくさんあるから帰って勉強かな。そう、勉強もあるし、勉強もしといた方がいいような気もするし、まあそれ以外にもさ、坂本龍二のコープがあるのと、あとは竹見たい、あ、竹見たいさんのコープ全然進めてなかったからこっち進めるか今回は。まあまた後からね、あのミッションはやろうと思います。面倒だな花粉症。あなた花粉は大丈夫？花粉はね、俺自身あんまりそれで苦労したことないんですよね。いい薬があるの。一本で治ると思うから理論的にはそうですね。ただなんかやっぱ今のところのイメージだとそういうの飲むとここで飲んじゃうとね、やっぱ倒れるイメージしかわかないですね気絶するっていうイメージしか、モルモットにされるイメージしかないですね。それで今日は何の用？竹見さん、試験がしたいです。試験がしたいんです。この前の薬少し改良したんだ。奥に来てもらってもいい？あ、モコイのおかげで上がるかな。そろそろ竹見との関係が深まりそうだ。付き合いましょう。診察室にどうぞ。治験がしたくてたまらないんです、うん、さあどうぞ。即効性があるからすぐに来るよ。すぐに来る。あ、今度は黄色か。赤、青、黄色。まだ焦点は合ってるねこれから合わなくなってくるってことか。こっち見て、1、2、3、4。まだ来ないか。あ、来たようだな。口の中が燃えるように熱い。鼻のあたりがツンとする。お、来た来た。成分の抑制効果は期待通りだね。思ったより時間がかかったのは体重の要因が大きかったか。うん、やっぱり10代だとこんなもんか。やっぱりはかどるな。理論より実践の方が早い。ちょっと待ってて、データまとめたら次の検査も。また今度変なの飲めってか。もしもし。はい、竹見内科医。救急？うちは指定病院じゃないですけど。また警察？それに院長は竹見泰ですし。あ、何もいきなり切らなくてもえ、間違って電話してきたってこと？急患ですか？ああ、いいのいいの。
救急車が搬送先探してたみたい。指定病院どこも満員みたいで。え、でここにも連絡してきたって。でも間違えて待ち医者にかけてくるなんて、救命士よっぽど焦ったのか新人かもね。竹見太恵はさすがに知ってたみたいだけど。ああ、その名前聞いて向こう切ったんだもんね。私の名前、業界的なブラックリストにバッチリ載ってるの。え、あ、そういう、あ、そうなんですか。何をしたんですか。竹見太恵は疫病神、医療ミスを犯したね。へえ、過去にそういうことがあったんですか。医療ミス。前の職場、都内の大学病院に勤めてた時の話。病院がうやむやにしたけど、業界的には今も疑惑の女ってとこ。もしかして怖くなった。こんな医者の知見だもんね。まあわかんないですからね、それは事情が全然わかんないですから何とも言えないですけど、まあ、今のところ知見は確かにやばいようなことをしてな、しかしてないから。ただまあそれでね、あのこちらとしてもメリットがあるんで構わないですけどね。構わない。ほんと変な子。変な子なんです。ま、ちょうどいい。嫌われてる方が開発に集中できる。じゃあ改めてよろしくね。将来有望なモルモット君のためにお薬のラインナップ増やしてあげる。ありがとうございます。これは、あ、増えましたね。販売される回復系薬品に補助系、ん？補助効果薬品も追加される。よし、追加されたね。もしもし。はいはい、竹見ないか。は？は？イタリアーナと照り焼きチキン。あれ？それは間違いすぎじゃない？今日はもういいや、帰っていいよ。電話番号流出してないですか？大丈夫ですか？生きてたらまたいらっしゃい。怪しい知見に協力したことで度胸が磨かれた気がする。これで度胸も上がるからね。ありがたい話。お大事に。モルモット君、ちょっと話があるんだけど。何ですか？あなた薬のこと誰かに話してないわよね。話してないですね。当然だ。こんなの話したらだってね、あのいかがわしい感じで思われるから。ふーん、まあ他言は厳禁ってことで取引したもんね。ひとまずはあなたのこと信じてあげる。最近薬目当てでやってくる患者がやけに増えてきた気がするんだよね。あれ、あ、俺が情報漏らしてるから来てるって思ったわけか。まったくどこから聞きつけてきたんだか、ほんと嫌になる。話はそれだけ。それじゃあまたよろしくね。でも結構噂で広まってるからね、そもそも。竹見内科医院のことはさ。帰ったか。さて、お、あれ、もうすぐテストとか、すでに憂鬱。アンさんからメッセージ入ってる。私英語以外やばい、全然勉強進まない。あ、監視し合えばはかどるかも。え、監視し、どういうこと、どういうことですか。一緒にどう、どうすんだ。アンドノと勉強すんのか。え、どうしよう、勉強か。なんか他にやることは、まあでもどうせ勉強しなきゃいけないよね、試験が近いんだから。
勉強すっか。じゃあマジ助かる。じゃあ渋谷のファミレスでしよっか。まあね、一人で勉強するよりか誰かとね、こう一緒に勉強して、その分かんないとことか教え合った方が。でも大概ね、友人と一緒に勉強すると進まないんですけどね。進まないイメージしかないですよ。結局一緒に遊んだりとかしてね。その長文面倒いよね。下線部がどこを指してるか考えてみて。あ、そうか、英語得意なんだよね、高森さん。長文の問題のコツ分かってきた。分かってきた、ありがとう、助かる。アンドロに個人指導してもらうなんて猫はずるいぜ。お前も猫だろうが。お前も猫じゃなかった、モナだったら申し訳ない。なんだかいつもよりはかどってるな。あ、本当？ありがたいね。お、ちょっとこれいつもより上がってんな、多分。下手したら。そうじゃないって。別に帰国子女だから得意ってわけじゃないよ。あ、普通に英語ちゃんと勉強してるからってことですか。勉強してるんだから、ふふん。あ、そう。それは素晴らしいですね。じゃあ今度は私に数学教えて。数学得意ってわけじゃないですけどね。疲れた、切り上げよっか。なんかあっという間に終わったな。